どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。それではやっていきましょう。おしゃささんを作っていこうのコーナー、やっていきます。今回は、ABC86 さんを作っていきたいと思います。いきましょう。どうしようかな。じゃあ、ポジションはどこのしてないんで、右投げ左打ちのショートでいこうかな。で、チームはどうしよう。じゃあね、どうしよう。ヤクルトでいこう。ミート&守備でいこう。コーダの、ショートみたいな感じで作ってみようかな。ステージ1。ああ、きついな。77スタート。弾道マスもなしか。ああ、かぶる。かぶっちゃうんだ。はい。選手にやっておくと。肩アップ7。これでだいぶ83まで上昇。とりあえずステージ1はがっつりちょっとハテナ踏んでいきましょうか。よっしゃ、いいね。取るぞ、徹底的に。いかんせん、走力がちょっと厳しいかな。ほい。よーし、回復。いいぞ。地味に嬉しい。で、ぐるっと回ってかな、こうやって。そしたら、これも取っちゃってよかった気もするけどね。まあ、それはしょうがない。ほい。おっと、弾道マスある。よし、じゃあ行こう、取ろう。取るよ。絶好調だったらなー、もっと嬉しいんだけど。無理しよう。で、こっちか。で、ゴールと。OK。パワーがひどい。まあ、なんとかしよう。ステージ2。なんとか上げてきました。131までステージ1で。で、ここで絶好調は目指すよ。とりあえず。いい回復。赤はやむなし。やる気絶好調にしました。で、これなんかあんまシャッフルする必要ないと思うんだよな。いいや、シャッフルしない。ほら、来た。あ、でもこれだったらしていいな。別に。絶好調だし。はい。中村選手、いいね、ソウルカップ。弾道は4とかにすると、なんかちょっと違う気がするんで、シャッフル。あ、このハテナ嫌な予感するけど、あ、やばい！うわー、終わったし。終わったし。マジか！うわ、ここで引くのかよー。運がない。いい感じのスタートだときっと思ったんだけどな。まあ、引いちゃったらしょうがないよね。よし。マジか、いや、ショックは受けてます、めちゃくちゃ。嘘やんっていうね。しょうがない、やっちゃったものは。ほい。守備のカップ。はい。よし、いいよ。あ、ここで絶好調できるじゃん。やっちゃおう。赤も1マスしかないっていうメリットはかなりあるよ。よし！あー、でも赤増えたな。まあまあ、しょうがない。これでどうだ？パワーアップいいね。はい、そして、よし！赤無地、素晴らしい。弾道マスがあるから、それは取りたいな。シャッフル。来た、おい！よーし、回復マス出たぞ。いいね。パワー上がってきた、結構。肩どうしよう。まあ、そうなると初期悪くないんだよね。全然。もう一回シャッフル踏みますか。ちょっと、ハテナと、あ、回復来た。いいぞ。はい。8！ 結構回復した。やったね。嘘でしょ！ダメだ、今日はさ、あんまハテナ踏まない方がいいわ。ちょっとそんな気がするパターンだ、今日。で、まあ、ゴールで。オッケー！ステージ1にして、なかなか上出来なんじゃない？ NEXT、ステージ2。序盤はガンガンハテナ踏んでおきたいけどなーっていう気はあるんですよ。粘り打ち。回復！よし、来た！オッケー！はい。4！ まあ、悪くない。まあ、悪くないぐらいだな。とりあえず肩ちょっと取って。で、温存かな。あー、これでゴールでいいや。絶好調維持。さっきはステージ2、体力使いすぎてやらかしちゃったからね。よし、来た、宝箱ようやく。ほい。お、いいね。パワーが D。あ、いいぞ。打撃型になりそうだ、これは。守備力も C。素晴らしい。あー、やばい。赤多いな。これ、シャッフルはいらないだろう。はい。守備力がすごい。やべえ、これは変えるべき。無理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 。ゴールを。危ない危ない。まあまあ、でも面白い選手になりそうだ。ステージ4。特殊ステージ来ればな、名古屋市なんだけど。あー、きつい。あ、まあ我慢。5、やばい、嫌な予感する。これ絶対5以上回復しねえぞ、これ。あ、待って、一旦こっちで。はい。4。1、2、3、4、5。無理。
5、ああ、まあまあまあ、悪くはない。あ、次6来るな。こっちだ。あ、よかった、6オン来ると思ったんだよ。絶対来ると思った。高速チャージ。1、2、3、4。いけるっちゃいけるんだよな。あ、野球マン。あ、まあ、それでいいや。どっかによる。あ、ワンチャンあるな。偉人伝、何が来る？走塁し、チャンスに強い。なるほど。来た！よっしゃ、追い詰めた。オッケー。これでいいや。守備力 B、まさかの。で、ゴールで。オッケー。絶好調維持。ラストステージ5。体力20で勝負。とりあえず今 F の全部 E にやしたいね。オッケー！悪くないステージ。だとは思いたい。とりあえずミートトール。1アップ。マジか、1だけ？今いいね。肩がめっちゃ上がった。よし！総力 D、一気に。これこそ野球超人伝なんか弾けたら美味しいと思ったんですけどね。ウェーレツ行くか。あ、ロックオン来たかもしれん。選球眼。危な！肩か？守備だったら肩だろうな。あー来た！やーやっちゃったよ。いや、まだま、野球も来てんだよな。シャッフル。下列行ってくれ、カレンさん。あ、行った。よし。あ、タミ生き残った。ギリギリ。で、これは、どうしようかな。ミートとそう、パワーだな。パワー C ラン勝つ選手にやってと。オッケー！宝箱！どこだ？あー無理だ。1,2,3。あー、いいとこ行ってくれたわ。よし。ミートどうしよう。あー、これそろそろきついな。あー、これ何もできないやつだ。1,2,3,1,2。あー、無理だな。あー、カレンさん厄介だな。ゴールで。いやー、悔しい。ミートだ。E になってくれりゃ、もうちょっと面白い選手なんだけど。まあ、絶好調のおかげっちゃあるんですよね。そういうのがね。粘り打ちか。高速チャージ。まあ、守備力高めだよね。もうちょっと走力があればいいんですけど。だから守備固め的な感じで、代打で起用してそのまま守備固めで使えますよね。そんな気がするんです。じゃあ、顔はドン。ああ、きつい。きついって言っちゃいけない。ダメだ、これやばい。きついって言っちゃったよ、俺。いやー、これは申し訳、やばい。一目できついって見ちゃいけないね、これ。いやー、人は見かけによらないですから、完成いたしましょう。こんな感じです。はい。なんか、ねえ。なるほど。うん。代打起用そのまんま守備固めで使った方がいいかもしれないですね。というところでアップロードしておきましょう。はい。番号こちらです。ダウンロードの方よろしくお願いいたします。それで1年間回し見てどんな成績になるかはちょっとまた、違うわ。まあ、それ別の機会だ。お楽しみに。またね。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。では明日の動画でお会いしましょう。ルカでした。レイでした。またね。またな。逆もありだね。声高めだね。